はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は5月2日日曜日、時刻の方は9時23分です。見える？テレテテテピピョー。はい、そんなわけでね、今回は視聴者投稿になります。アローズ 5G F51A ドコモね、これがなんと、まあ、3G 携帯から乗り換えると1ギガで5分かけ放付きで月額1078円を12ヶ月の条件だけで、乗り換えをすることができるっていうね、1万2,000円ぐらいでこれが手に入る。いや、すごいよね。だってこれ使ってこれが入るっていうね、条件こんだけっていう、本当って。あの価格コム見ると10万円ぐらいするよね、これね。すごいよね、マジっすかって感じで、この情報はこれね、昨日いただきました、ね。おじいお疲れ様。自分も今日から有料組ですが、どうしよう。楽天モバイル。ね。今年の初めに家族名義の楽天閉まるから、そっちに行っちゃおうかな。そうそう。昨日ドコモの F51A を 3G 回線からの乗り換えで、一括0円でゲットしました。0円。ね。一括0円でゲット。で、スナドラ865、どんなもんかお試し中です。ピクセル 4A、5G、お役ごめんになりそうということでね。うわーって感じだね。一括0円で、ね、その条件が、よっぽど高いんでしょって。1万円ぐらいするのをね、入れなきゃならないんでしょ。結局10万円ぐらいするもんだから、何なんだっけ、ギガ法。あれ12ヶ月とか24ヶ月の縛りで、結局回収されるんでしょって思ったんだよ。で、質問したらね、答えが返ってきました。元気なうち 3G 回線からの乗り換えだとキャリア側の都合だから機種限定で、ハイスペックからミドル機まで何機種か量販店で出たんで行っちゃいました。1年間1ギガで5分かけ放付きで1078円です。ピクセル 4A はもうちょい良しみでおすすめです。 3G 回線からの乗り換え安いのは、 3G 止まっちゃうのはキャリア側の都合ですから、高い機種も客寄せ的な感じで安くしてるみたいです。マジっすか、ね。まあ、安くしてるって、でもただでしょ、0円でしょ。で、条件がこの掛け放付きで1078円なわけでしょ。すごいよね、これすごいよねこれすごいよね、マジで羨ましいな、これ。おじいが持ってるアコース携帯、あれからの乗り換えダメなのかな、どうなんだろうね。乗り換えだから、そのドコモをずっと使ってて、それで要はドコモの 3G 使ってて、で乗り換えてくれないと困っちゃうから、いいよ機種やるから乗り換えてっていう、そういう感じなんでしょうっていうね。いや本当ね、おじいの、ピュア案件もう今月から割引なくなるんでね。なので高くなるからね、3000円ぐらい払わなきゃならないから、プランを変えて解約すれば OK なんだけど、まあ、時間制限ないからね。で、他の Y モバイルとか他のやつで、プランに入って、で、そのオプションをつけると、やっぱ同じぐらいの値段になっちゃうから、ただ手続きがめんどくさいだけだからね。なので、どうしようかなと思ってね。いや、でも、この条件でさ、乗り換えできるんだったら乗り換えたいよね。でもこれどうなんだろうね、量販店でやってるんだこれって。だから通常のドコモでもやってないってことなのかな、どうなんだろう。いやこれね、乗り換えたいな、おじいも。でも東京とかああいうね、大阪とか大きいとこだったら、来るな出てくなって今そういう時期だからね、一緒ちょっとこう行けないよね。おじ迷子になるからな。Google マップのあれ地図頼りにして東京行ったけど、ぐる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 回っちゃうんだよ。進行方向に向かって変わってくれないから、あれひどいよね。本当目的地にいつまで経ってもつかないんだよ。で東京に行ってすいませんって声かけても、誰も泊まってくれない人が多いしね。で避けられるし、で声かけても日本語通じないっていう、見た目が日本人なんだけど違うんだね、いろんな国の人がいるんだよね、わかんねえよってね。
はい、で次はね、ステルマンさんね、私はお袋の眠ってた 3G 携帯を au で機種変更、 iPhone SE 第2世代ゲットしました、ね、ドコモには負けた、データ1ギガプラスでは5本付きで1980円、しかも兄夫婦の au 家族割がマイナス1000円、実質料金ただってことだよね。まあ、こういう美味しいのもあるんだね、これね。第2世代をゲットできる。で、この安いのを入る条件でいけるってことなんだね。そうなの ?au。これって何?この au の、お風呂の眠ってた 3G を au でって、それを持ってって、で、乗り換えでしょ?機種変更?機種変更ってことは、だからもともと使ってる機種があるじゃんね。だどういうこと、だからあの au の機種を自分で使ってて、それでその眠ってる 3G の不思議で OG もあるよ、お袋の携帯ね、それを持っていけば、で回線契約しなくても乗り換えっつってそれ持っていけばやってくれんの、だったらもらってくるけど、あの継承用に980円で縛りどんぐらいなのあ、でも解約しても今1000円か、確かね、そうだよね、ただ au のブラックになるだけで1000円ではね、あ、だったら言ってこようかな、これいいの、契約してなくても乗り換えできる、大丈夫、これいけるの、機種変更で、要は新規登録ってことになるけど、新機種変更の新規登録で OK なの、この機種持ってってこれから乗り換えたいんですけど、それ OK なの、よくわかんねえよ。どっちにしてもさ、なんかこっちの方は普通のドコモでやってんのかどうなのかわかんないけど、理想的にはこれができるんだったらこれで乗り換えたいけど、乗り換えだからドコモ回線を使ってないとダメなんだよね。だから一回ドコモに MNP で行ってそれから乗り換えないとダメってことね。楽天回線解約するの早すぎたかな、今から楽天回線契約してんで乗り換えてドコモに一回乗り換えるうーん、これはどういうことだ、これでもデータ1ギガで電話5本付きで980円で、これは何、普通の au の普通のキャリアのプランであるの、これが普通にあるの、このプランが、それともなんだっけ、ポボのこと、これどうなんだろうね。どっちにしてもさ、 3G 携帯持っててこんなに安く手に入るんだったら、グシム世代より安いよね、これね。いやだったらどっちか欲しいよ、楽天モバイルの継承に近いじゃんね、どっちもね、いいよね、楽天ミニあるけど、まあ、これこれ継承できるけどね、今アップルで盛り上がってるからさ、継承用がこれで手に入るんだったら、まあ普段使わなくてもさ、おじい今さ頑張ってさ、対応してなくてもアプリ入んねえかなと思って今初期化したんだよ。なんかアップル ID ってやつ、あれがパスワードを入れたら電話で認証しなきゃなんなくて、でその電話がもうないんだよ、わかんないんだよ、何で認証したんだろうな、何で認証したかね、多分あれだよ、アイビデオかなんかのレンタルワイファイの番号かなんかで SMS 認証したかなんかだと思うんだよ多分。それでその見たことがない待ち日が出てくるから、しょうがねえなと思って、でもそれ電話番号変更できないじゃん、だからいやもうこれ参ったなと思って、なので今初期化したんだよこれね。で初期化して、楽天モバイルがサインストールできるのかね、ちょっとその検証もやろうかなと思ったんだよ、ね、まあいいや、これやってると長くなっちゃうから、ね、いやいいな、なんか980円でね契約できてすぐやめて薬金1000円で済むんだったら、これゲットするよ、 3G と交換してくれるってことだよね。いやこういう情報を皆さんお待ちしてますよね。元気なおじいは今300円のピュア案件話し放題使ってたんだけど、もう今月分から5月分からもう割引がないので3000円ぐらい払うんだよ毎月ね。で本当は3000円超えてるんだけど、その
割引はなんか継続、なんだかの割引は継続、なんか2年割引だかな、なんだかそれは継続するのかな、確かね。うん、なのでね、で、やめるんだったら他の普通のプラン980円に乗り換えるのは0円だっていうから、で、それから新しいのから解約すると、0円でやめられるってことなんでね。うん、まあ電話もあんま使ってないから、たまに長い電話するんだけど、まあ1年間ね、2万円3万円を払って、たまに電話、長い電話しても、で、普通の電話かけたってだって30秒に20円だか、ね、30秒1分間40円でしょ、10分間で400円、ね、10分間で400円。だから、1時間喋ったとしても、2400円、ね、1年間何万円で、ただ払うよりも、1時間長電話しても2400円なんで、ね、10分の1以下ではね、年間の維持費のね、年に何回電話喋るのって考えると、別に普通の電話で喋った方が安いのかなっていう、そう思うんだよね。いや、やめちゃってもいいかなって、普通に考えてるんだよね。で、今ソフトバンクの携帯なんで、今話し放題で使えてるんだけど、で、普通の楽天の電話で30秒20円で使えるわけで、まあ、通話品質悪くてもよければ、家計も使えるわけだしね。それ考えるとね、どうしようかなって今考えてるんだね。いや、本当ね、こういうキャリアのやつで、こういうのがあるんだったら、大体5分とか10分の掛けをついてれば、掛け直してって言えばいい話だからね。なもんでね、まあ、ちょっと、なんか美味しいものがあったら、皆さん、情報をどしどしお待ちしております。おじ、こういうの疎いんだよね、本当に。一点集中型なんで、もうこういうの分かんないで難しいから、私ガジェット系は本当に苦手なんだよ、本当。気持ちは好きなんだけども、詳しくないって。車もそうなんだよ。運転するのは好きなんだけど、メカについて詳しくないから、自分で何もやらないからさ。ね、電気系はつけたりとか外したりとかやるけどね、玉変えたりとか、おぴゃんぴゃんってね、音変えたりとかね、そういうのは好きなんだけど、エンジンいじったりとか、なんか、プラグなんかやったりとか、なんか、ショック変えたりとかね、ああいうのが苦手なんだよ、このアナログで。必ず部品が余るから、これなんだろう、まあいいかって。だから、昔からそうなんだよ。なんか交換してバンパーまで外してなんか取り付け替えてまた戻したけど、これ何のパーツだろうって分かんねえな。まあいいや。なんかのために取っとこうって。それで乗ってるからね。危なくてしょうがないんだよ。自分の。だ自分で自分が信用できないから、だから絶対にもう、やんない。本当ね。怖い。車の部品は余ったら怖いよってよく言うからさ。なんかこんなちっちゃいの一個でもね、だから怖いよってよく言うじゃん。だからやらないんだよ。これキャリアもそうなんだね。いろいろ興味はあるんだけども、詳しくないから。ね、そんなわけで、どっちにしてもね、すげえ男なんで、元気なおじいは何ができるんだってね。で、だから楽天モバイルからの乗り換えでもお得だよとかね。それから今あるのは、おじい、アコース携帯持ってるんだけど、お袋の使ってた 3G 携帯がまだ残ってるんで、それはあるよ。ドコモ版なんだけど、電源入れれば普通にドコモのあれあればね、使えるんだけど、その携帯電話残ってるんで、おじいも昔使ったのも、まあ残ってるんでね、もう一種、プロジェクター携帯、ね、8万いくらぐらいしたやつよ、都市定価でね、ある日突然、なんか、こうみんなに、これねってこう、それまで毎日、なんていうみんな見せたのに、ある日突然使うかどうか、使わなくなって、電源入らなくなって、あれって。バッテリーがないのかなと思って、でバッテリー買うとの2、3000円ぐらいするんだよね。アマゾンで買うとの2、3000円か。2、3000円で、ね、でバッテリーこんなに突然死するのかなと思って、他が原因だったらと思って、全く起動したくなったんで、ね、なのでね、そのまま放置したら違うんだよ。プロジェクター携帯だからね、まあ、暇つぶしには使えるんだよ。何の目的で使ったのっていうと、なんか例えばファミレスとかさ、花火大会待ってる時とかさ、ね、壁とか段ボールにこう映してテレビとか見れるからさ、ね、だから普通に地図地見れるからさ、便利じゃん、結構。で、ね、なんか、まあ、いろんなこうね、当時はだから、アルバイトなんかしたからね、代行とかね。
ほんとみんなさこう携帯でさこうやってあのデシボードでこうやってちっちゃいスマホでこうポンってやってさ見たりするじゃん、ね、だからあの初体験してる時にさ、ね、プロジェクター系だったら横の壁にピュンってほんで口が大きくするよりうーなんて言いながらさあのでもあの薄くなっちゃうけどね明るさはないけどね、うん、でもそうやってね遊んでたんだよこれね。ガジェット系はもともと好きなんだよ、いろいろ買って遊ぶのは好きなんだけど詳しくないでよとにかくね、まあ、そんなわけでこんな情報があったのでね、まあ、ちょっと皆さんに聞いてみました、ねまあ、結局これ0円ね、あの一括で0円だからもうあのシムフリー化できるってことはね0円で一括だからそれで1078円の10ヶ月のみってことだからねこれめっちゃ男だよねこれねわーいいなーほんとG も欲しいよおじいも欲しいよこれと同じ契約したいよ全く同じ契約をしたいよもうこれだったら全然いいよあのおじいどこも大好きねもうどこもであ花火さんいる花火さんね花火さんね花火さんあのー 3G の携帯ね私からこれと同じ契約してくれ花火さんね全く同じ契約をしてくれあのこれくれ花火さんねあの千代社長の次回月契約するからこれをくれああいいなこんな美味しい話があるんだね本当ね皆さんの地域ではいかがでしょうかそんだけで参考だった方はグッドボタン暇つぶしになった方はいいねを押しておいてくださいおじいでした今日はねあのニューマシンを今から組むんでちょっと掃除して昨日ねあのM.2 とか CPU とかセットだけやろうかなと思ったけどすごいんだよなんかこんな氷が降ってきてさブルーって氷が降るわ雷がブルーってずーっとブルーって言いながらで電気がふわーんって暗くなったりとかしてだからとってももうあの収録でバーンってパソコン落ちると嫌じゃんねえで夜動画作れなかったよほんとねえ嫌だもんねえパソコンも起動してるの嫌だったしねえ何やってたのってねゲームやってたあのね ゲームは何やってたの普通にゲームじゃあゲーム機はじゃあバンって押したら嫌だよね本当ね電気はつかないでかだから昨日早く寝たよ昨日10時だから10時半頃寝たんじゃないの昨日早く起きてたしでも今日でもなんかね調子悪いんでなんかクラ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 するんだよ今日ね今日も昨日に引き続いてすき家の朝のご飯食べてきたよシャバのやつね、シャバ美味しいよねあれねもうあのうちで食えなくなっちゃったからさ、ね、で美味しいあのシャバは美味しい今日はちょっとね卵かけご飯あのお醤油入れすぎたんだよちょっとしょっぱかったなちょっと失敗したなと思って今日は味噌汁の具がちゃんとあったお揚げみたいなのが3つぐらい浮いててなんかネギとわかめとって昨日なんであんなしょぼかったんかなわかめがちょちょって入ってるんだけど外れなのかななんか機械でさバーって出てくるでしょあれってだ平均して出てくるはずなのになんで昨日あんな味噌汁しょぼかったんだろうなんか申し上げ程度のわかめがちょちょって入ってるんだけどこうやってほとんどなかったんだよだ当たり外れがあるんだろうねきっとね機械だからはいまあいいやそんなわけで終わりますまたねバイバイ。